津田天馬神社は兵庫県姫路市鹿幕が前に鎮座する神社。旧社各は孫社。別名は津田天馬宮など。創建は平安時代に遡るとされ、そもそもは大都市明神を祀る者であったという。かつては現在より東の船場川の市安京西側にあった。太宰府へ向かう途中の菅原道真が当社近くの 津田の細江に立ち寄った際、敷物が見当たらなかったことから友綱を巻いて座した、との伝承が残り、このことから綱式天神との別称を持つ。後世の民は道真を合わせて祭り、さらに主神とした。永仁六年や夏吉三年に本殿が再建されたとの記録がある。一時は広大な車両を有したものの、天正八年の豊臣秀吉による映画城攻めに巻き込まれ、 海人に返し、現在地に再建されている。戦後しばらく祭礼が耐えた時期があったが、昭和40年代に復活し、現在に至る。本殿と境内社の五福島神社で神事を行う。津田地区に在住する役都市が集まった会が主催する。祭事。福引きや餅巻きが行われ、秋の霊体祭のように賑にわって挙行される。特賞から六等まであり、特賞は、 掃除機や、任天堂スイッチなどが当選し、六等は、ティッシュなどが当選する。この行事はかなり賑わい、怪我する者も,もいる。晩秋の秋祭りの中でも有名なものの一つで、毎年10月に行われる。今在家、家も、構え、市安京から大屋台を、今在家、構えから、子供屋台を、今在家から死守と団りを練り出す。狭い拝殿の中で屋台を練る、拝殿練り、 また屋台を地面から一気に練り上げる一気差しが特徴。一気差しはハイデン練りの最中にも披露される。今在家鴨構え市安京。ありがとうございます。